はい、どうもこんばんは。ということでね、めっちゃピンボケなんですけど、後で入れようかな、これ。今日はね、レトロなね、自販機がたくさんあるみたいなここにやってきたんですよ。こんなやつ見たことあります？もう少し離れて撮影してくださいって言ってるんだ。とりあえずね、うどんとそばがね、うどんそばラーメンみたいなのがあるんで、それ今から買っていきたいと思います。じゃあとりあえず買うとこまでスキップで。はい、ということでね、そう、こんな感じのね、レトロな自動販売機がたくさん並んでるんですけど、それ買ってきたんですよね。このピンボケつらいよな。でもどう、これさ、300円ぐらいで買えたんだよ。なんだったかな、なんかゆずなんとかうどんみたいな。これなんかゆずなのかな、ちょっと食べてみよう。うん、すごい、本当になんかめっちゃゆず。ちょっとごめん、ちょっと汚いかもしれん。うまっ、マジでこれ相当ピント合わんのやけど、めっちゃ美味しいわ。でもでね、やっとね、動画撮影ができたんだけど、むちゃくちゃ人が多いの。ビビるぐらい人多くて、こんなピンボケするんだろうね。ちょっと待ってね、スマホ買ってからよくわかんないんだよね。これか。でもこの価格で撮るのは無理や。超大人気店だったわ、マジで。やっと綺麗に映った。でね、他にもね、なんかいろんな種類があったんだけど、売り切れになってて。でもね、ラーメンとかはなんかあったっぽいから、ちょっとね、次はね、これを食べてラーメンを買ってみたいと思います。あ、はい、ということでね、うどんを食べ終わってラーメンを買ったんですけどね。あ、ちょっと胡椒はね、後入れなんだけど、チャーシュー入ってんのよね。驚きじゃない？あ、普通にチャーシューですね。そう、メンマも入ってんのか、これすごいよね。これさ、うどんが300円だったんだけど、これはさ、350円だったんだよね。どうやってんだろうね。なんか何系のラーメンなんだろうな、これ。食べてみます。なるべく麺少なめで。うん、ごめんね、手ぶれがすごいと思うんだけど、むっちゃ寒いのよでむっちゃ寒いのになぜかこうブラックコーヒーを買ったっていうね。しかもアイスのね、味はね、なんか中華そばっぽい味かな。中華そばっぽい味ですね。でね、これ場所どこなのかっていうとね、どこっていうんだ、山口県の岩国とか広島のちょい手前ぐらいのとこまで今回ね、やってきました。この後広島目指してね、ちょっとこう走っていこうかなと思うんですけど、こんな感じの場所です。よかったらね、見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。